はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をご紹介していますで。これまでに450冊以上の本をご紹介してきていますが、まあ、あの普段はビジネス書とか英語学習についての本、また心理学についての本なんかをご紹介することが多いです。よろしければチャンネルページから再生リストをご覧ください。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。 き、えっと、今日ご紹介する本はこちらの「よくわかる民法改正」というタイトルの本になりますでこれだけだと内容わからないと思うんですけれどもサブタイトルとして「選択的夫婦別姓婚外子差別撤廃を求めて民,民法改正を考える会」というようなサブタイトルがついています、まあ、つまりあの内容としてはです、ね、そのまあ夫婦別姓、まあ、選択的夫婦別姓とか、えー、まあ婚外子の差別 とかままああの、まあ、男女およびその、まあ、夫婦に関わる、まあ、子どもの問題なんかを書いている本になります。でえっ、ー、とまあ、非常に薄い本で、えー、と70ページぐらいだったと思うんですけどもそうですね本編はまあ70ページぐらいの内容になっていますけれども、まあ、これまでですね、えー、とまあ、こういったことについて私自身あまり考えたことがなかったので手に取ってみた本になります。で えとまあ、内容を簡単にご紹介をしますでちょっと今日はです、ね、あの私自身の知識不足の中で,です、ね、あまりこう踏み込んだ話を、まあ、すると,、えーとまあ、議論になるというかあの誤解を招くこともあるかと思うので、まあ、あの純粋にこの本を、まあ、読んだ感想とか、まあ、この本を読まれるといいかなと思う方に向けてあのちょっと話をするとそういう内容にしたいと思います。 で内容はえっ、ー、とまあ選択的夫婦別姓であったりあと通称の使用ですねつまり、えー、と夫婦、まあ、結婚した後に、まあ、今はあの多くの場合女性が、えー、男性の側の えと名字に変えると思うんですけれども、まあ、その時にえっ、ー、と旧姓を、まあ、職場では使うとか、まあ、そういったことですねであとはこれはあの初めて理解をしたまあニュースで何か聞いたことあったんですけどもまあ,あの離婚した場合にですね女性がその離婚してから、まあ、100日以内は、えー、再婚が禁止されているとでそれはまあなぜかというとまあ離婚した相手とまあ、再婚した相手の間に、まあ、子供が生まれた場合、えー、とごめんなさい、えー、とそのどちらかとの間に子供が生まれた場合に、えー、その子供その子 がまあ、どちらの、えー、親の、まあ、遺伝情報を引き継いでいるのかというところについて、まあ、議論が難しいからということなんですけど、まあ、あのそういった、えーまあ、法律の話であったり、まあ、そんなところですかねあとはあの着出死なのか非、えー、着出死 着出死、非着出死なのか、まあ、そのあたりの話が書いてあります。で、まず、えーと、感想ですけれども、やっぱりこういう話はですね、一度自分で、あのーまあ、本を読むなり、 してみるべきだなということを感じましたでなぜかというとですねまあ、ちょっと率直に申し上げあの率直に言ってですねこの本の中にもあるんですけれどもやっぱりあのメディアで報じられている内容っていうのはやっぱりどうしてもそのマジョリティが持っている意見とか偏見とかまあすでに今ある社会が持っている考え方っていうのをベースにできていますなのでえっと ニュースとかです、ね、そのインターネットの情報のような切り取られた情報だとなかなかその本質的に何が問題であって何を解決すべきなのかというのは見えてこないなというのが分かりましたでこの本本ですらやっぱりちょっとその論理整合性に欠けるような主張が見られたりとか、まあ、逆にそのきちっと論理的に説明されればあれこれ何,何が問題で今法整備が進んでないんだろうというふうに疑問に思うぐらいあのもうすぐにやるべき、まあ、あの話とか。 もう見えてくるということですね。例えば、あの少なくともこの本を読んだ限り、まあ,あの私の個人的な意見なんですけれども、選択的夫婦別姓っていうのはもうあのすぐやるべきなんじゃないかなと思います。で、えっとこの本を読んで、まあ,あの自分が気が付いたところとしては、その夫婦が別姓になるっていうこと自体はこれまでも全然問題ないと思ってますし、この本を読む前もそうあの読んだ後も前も全く変わらないんですけれども、じゃあ子どものその名字についてどう取り扱うというと。 かとというところですね例えば、えー、と田中さんと鈴木さんが結婚した時に、えー、と長女は田中なんだけど次男あ次女は鈴木とか、まあ、そういったシチュエーションが生まれてしまうと,、えー、とまあその何て言うのかな子供の間に。 高捨っていうんですかね、まあ、その A と B が生まれてしまうということで、えー、まあそれは問題であろうというような議論がまあこれまでになされてきたということは分かりましたが、まあ、それに関してはまあ結婚した時点で子供ができた場合にどちらの性を使うかということを選択するようにえできていればいいんじゃないかという回答であの私はいいと思うんですけども。 ああののとかですねあの着出士と非嫡出子が、えー、と遺産相続の、えー、割合に差があるとかでこの本が書かれた当時はですねその被嫡出子だと嫡出、えー、子と比べて半分の遺産相続しかできないというような、えー、法制度になってた。 そそうううでですす、ね、ういうふうに書かれてますでちょっと気になって何でだろうと思ってネットで調べてみたんですけども今はですねそれは改正されてるみたいですこれ平成22年に書かれてる本なんで、まあ、今から9年前なんですけどあのなのでちょっとまああの法整備が追いついてきてるというか、まあ、進んできてる部分もあるかと思うんですけども、まああのまあ、どんなことにその男性女性が苦しんでいるか、まあ、特に私なんかはその女性になることはできないのであの女性ならではの苦しみとかまたあとは私の妻もですね 自分が、えー、と名字を変えるときにあのやっぱりまあ気持ちとしては複雑なものがあると。その まあ、私自身の名字に変えられるということが、まあ嬉しいと思うと同時にやっぱりず,ずっと使ってきた、まあ、20年以上使ってきた名字を捨てるということに対して抵抗があるというふうに率直に言ってくれたんですけれども、まあ、そういった心情とかですね、まあ、女性が今のこの、まあ、男性優位というか男性が多い、えーまあ、あの社会の中で生活していく中で、まあ、どういった問題意識とか課題を持っているのかそしてそれを具体的なアクションに起こすときに、えーまあ、どういった法律がそれを阻んでいるのかそしてそこにどんな論理整合性があって倫理整合性があって 性があるのかというところに関してはあの考えてみるい,いいきっかけになる一冊なんじゃないかなというふうに思いましたはいちょっとあの途中だらっとしましたけれども今日は以上になりますでよろしければチャンネル登録とグッドボタンの方をぜひよろしくお願いしますま日々の活動の励みになります今日は失礼します